んじゃしや。そこまでです、ミブロの峰さん。お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります、トマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が竹氏と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか？ほう、よくご存知で。竹地先生には贔屓にしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、竹地先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね。いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ふん。覚悟はいいですか？やれ！Yeah!
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマス・グラマーちゃん。調子に乗りよって。これならどうだ。まさか生身の人間二人にここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ちええやないか。受けて立つで。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹地はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。来たか、龍馬。竹地、ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういうやつだ。昔から人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがために
安さんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一回の合資が通そう、ましてこの国を変えようと本気で思うなら手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやすさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやすさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやすさんの意志を引き継ぐためにおやすさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと、そんなバカな話があるか。おやすさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやすさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやすさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやすさんの存在そのものだったんだよ。おやすさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。武市、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやすさんによく似てるからな。芹沢カムにおやすさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだかわかるが、俺とお前どっちが正しいのかケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前の挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやすさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるっていうんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お寮のことか。全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用してこの国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ、だがそれすらお前に乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよお前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か。
懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。どうしてだろうな、今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い龍馬、行くぞ武市。
Shut up!